お、ごめん、大分の高知親方です。今回は演劇の話題です。実は私、先日、まあ、とある劇を、まあ、オンラインで見ました。まあ、普段私、劇なんか本当見ないんですけれども、今回、ま、ね、とある劇団員の方からのもうアプローチもあってですね、えー、オンラインで、演劇を鑑賞いたしました。まあ、そのですね、非常に、ま、面白くて。 こうやっぱりこうメッセージ性もあるですね、えー。面白い演劇でしたので、まあその感想をご紹介いたします。で合わせまして、まあねその劇団の方、実はですねアイドルハロープロジェクトのねオタクの中でねちょっと今有名になっている方でございますので、その方のご紹介も合わせて、えー、行います。どうか最後までお付き合いよろしくお願いいたします。えー、今回拝見したのは。 劇団 Q さん、あのー、クイーンの Q、アルファベットの Q プにプラスと書いて劇団 Q さんの演劇で、えー、タイトルがアニマと迷子の王子という作品を、えー、私も拝見させていただきました。えー、実際ですまず最初にその劇団 Q さんってねどのような団体かを簡単にご紹介いたします。 あのまあ、メンバーは、まあ、ホームページあの公式ホームページで、ね、ありますけれどもあのメンバーは、まあ、大体総勢25名ほどですね役者さんから作家さんからですねいろいろスタッフの皆さん含めましてですねのその25名ほどで活動されています。まあ、あの実際にこう練習などね結構稽古も本格的なようでして、まあ、こうプロを目指されている方ももしくはこう社会人の生活、ね、お仕事と両立しながら もうまあ、趣味だけではないそれ以上のレベルの高いこう、ね、舞台演技にも挑戦されているという方が集まっていらっしゃるということですねいろいろダンスやインプロとかメソッド演技こういうところでまず基礎を積んだ後にさらにまあそれぞれの個性を生かすこう磨かれているようなパフォーマンスをされているということでございます詳しくはあの劇団 Q さんのです、ねえー、ホームページ、まあ、ネットで「劇団 QUEEN の Q」にプラス、ね、書くとはヒットいたしますのでそちらを是非ご覧ください えー、続きまして、えー、アニマと迷子の王子、この、ま、あらすじやですね、感想、こう、印象に残った場面などを、えー、ご紹介いたします、えー。まずあらすじでございます。こちらですね、あの、小さな芝居一家の娘ですね、アニマというですね、こんな女性の主人公と、で、とある王国の王子、男性のですね、主人公による、こう、まあ、立場や身分を超えた、えー、まあ、旅行しながら、こう、ね。 いとと価値観分かち合う人情ストーリーリなっていま,すまあこの主人公の少女ですね劇団のですねアニマという子はですねとってもやんちゃで元気いっぱいなんですね。で、ね、いっつもあの男役ばかりされてるんですけれどもただアニマ自身本当はこう、ね、お姫様のようなキラキラしたね人にね憧れてるということなんですね。である日ですね、まあ、とある町に公園に来ました。でそののでではですねこう森の奥に 伝説まあ泉があってそこの泉には伝説があるそうですちょっと潤うえうなんですが簡単に言うと好きな人ができたらその人と口を聞いてはいけないと、ね、口を聞かなかったヤンに結ばれるようなそんな確かな内容だったと思います、えー、それを知ったですねアニマはですね,ねその願い事をするためにその実際森の奥にある泉に出かけましたでそこに行った後ですねなんとね王子様と出会うわけなんですね これ、ね、エレルジコという王子様なんですけれどもねまあいわゆる立場とかねこう育って,てきた環境が違うからというとセロリみたいですけどね立場とか性格も違う真反対なね二人がねこう旅して一体、ね、どんな展開になるのかというところがですね、まあ、非常に面白い、まあ、これがですねあらすじでございます。えー、続きまして、まあ、印象的な場面とかですね、えーまあ、感想をまあ 大きくですね、五つご紹介いたします。えー、最初がですね、これまあ一番感じました。こう自分が憧れているものもですね、これ相手によっては実はそうでもないっていうねこともあるんです。まあ、逆にこう自分がもう出したことないなあ当たり前だと言って見過ごしていたものもですね、実は相手によっては憧れるねの。 的であるっていうこともあるっていうこの何か価値観の違いというかそこの認識っていうところは非常にま面白かったですねあのまあ例えば私のね地元大分県文豪の市というなあの大分文豪のジオパークというのに認定されましたまあそれまではねあの文豪のといえばこうねあも,もねえねとか面白くねえなっていうふうに思ってました。 ねまあ、あのー、石橋と魔がいね石で掘った仏様有名なんですけれどもあ石仏とかねそのまがいとか石橋ってもうね当たり前にあるしなんかねそんな目新しいもんじゃないでしょと思ってたらいや他のね地域の人から見たら「魔あまさんやっぱおっきくてかっこいいしこうなんか癒されるなあ」とか「あの石橋ってやっぱかっこいいなっていう,う他の人からね見ると。 自分たちで当たり前だと思って見過ごしてきたものがあこれ本当にすごいんだなという風にね感じることもあるんだなっていうそういう価値観の違いねそこの発見っていうところはまたね人生面白いところかなという風に思いました、ね、ある意味じゃ自分の、ね、価値観が、ね、いっつも正しい平凡だと思っていた価値観もしくは憧れだと思っていた価値観が正しいとか理想的なものとはではないっていうまあ普遍的なものではないっていう、ね、発見もそうですしもう逆に ね、自分がこれまで見過ごしてきたものが、ね、もしかしたら、ね、本当はすごいものかもしれないと、まあ、自分の価値観やです、ね、考え方をまあ見直すきっかけになるといいなというふうに、まあ、そ,そのようなこうメッセージを私は感じました。まあこの感想の元となった場面がですね、あのー、まあアニマと王子がその、ね、夜、ね、語り合う場面があるんですね。まあ、ちょっとうろ覚えでざっとね要点を言いますと、まあね、女性の、ね、アニマは「王子はいいな 私はお姫様みたいにキラキラした人や生活を送りたいんだよ」って言うとですねおうちの方が「いやそんなことないよアニマはだって家族と一緒にね芝居してて本当キラキラしてるじゃないかと」と僕はねそうしてね逆にいろんな町行ってさアニマみたいな生活してみたいんだよそれが憧れなんだってね言うんですねその後ね女性のアニマが「まあ、そんなこと言うけれどこれ実は のの家族じゃなないいんだっていう話になっててう話が展開、ね、ここ後省略しますがこれなんかよくわかる気がしますね,あ,ねよくあるこうき、まあ、価値観の違いというかこう思っててねいやそうでもないんだよとか、えー、逆にそれがそうなんだっていう、まあ、ある意味ではこう,うまく分かり合えない分かち合えないところもある、ね、切なさもあるでしょうかもしれませんし逆に新しい発見もあるんだなということを、まあ、示唆していただいているのかなというふうに私は捉えました。これが一つ目です 二つ目が、本当に好きなことには、この命がけて取り組むもんだよ。死ぬ気で取りかかるもんだよっていうことを、これまあ、まあ当たり前のことかもしれませんが、まあ改めて実感したものですね。この大切な存在っていうのは、本当、ね、命とかまあね、時間とかお金も犠牲にしてまでもね、守って取り組んでいくもんだと。 ね、逆にね自分とかね他の人が、ね、なんでそこまでやるのね命かけてでも時間やお金かけてでもね取り組むのかって言ったらやっぱりそれだけね好きなもんだんだっていうところをですねこの感覚をこう感じる場面もございました、えー、これもですね具体的な場面ですがちょっとまたうろ覚えで申し訳ないんですがもうこれ劇のですねほぼもう最後の方のですね展開ですまあね 王者はこう自分の国から逃げ出して、ね、命からがら逃げ出してきたんですが、まあ、ある日ですねその自分のお父さん、ね、国王がもう位を譲ると息子にね国王を任せるという話になったんですねでそれを聞いてもうやっぱりちょっと戻ろうということで自分の国いろんな、ね、関門とか、ね、いろいろ命からがらにですねお城に戻りましたただお城に帰ると家族が。 ねやっぱね、今まで逃げてきたやつが「何でお前は何なんだ」とかねそういう方で厳しいことやっぱりねされるわけですよ。でその時にですね一緒にいないとついてきたアニマが言ったんです、ね、言葉。ねっ城のことが心配だから本当に好きだから命がけでわざわざ帰ってきたんだよと。ね本気だからここまで行動したんだよって。ね その覚悟を分かってほしいっていうことをこう伝えられてた場面ですね。もうセリフとかちょっとニュアンスが違うかもしれないんですが、まあおおよそそんな感じですね。やっぱり大切なものって命ね、かけてでも命を押してまでもやっぱりこう守り抜いたりね、行動に移すっていう。そこをですね、この大切さというかまあそういう本能っていうところもですね、気づかされました。まあ好きこそものの上手なれ、ね、いうことはありますけれども、ね、もちろんやっぱり上手になる。 というところも大事ですがやっぱりこう本気になってまず努力をするね行動に移してみるっていうことが大事なんじゃないかなというふうに感じましたまあ実際このですね演劇を作るね見せるっていうのもこれ多分ね劇団員の皆様スタッフとかいろんな方ね役者の皆さんかなりやっぱ本気だからこそ、ね、かなり練習をして、ね、本番でも頑張ってねというところをね取り組まれているなと思いますね,このね 本気なことにはね、命がけ取り組むもんだ。これ何気ない一言ですが、私これ結構大きい。あ、そしてですね、感想、まあ、三、四、五とパパパと行きますが、えー、三つ目がですね、あのー、もう全体を通じての今度、表現の話です。えー、これがですね、もう本当インド映画風な、こうね、ところどころにこうダンスとかね、歌とかを取り入れた、本当に賑やかな演出ですね。これがまた面白くて、 衣装もねこ演劇ね実際逆ね劇団員のねえ役を劇団員がやって,てるところもあるんですけれどもえ衣装もこう踊り風にもなってますしところどころで歌とかねダンスがあってねもう結局やっぱりこう歌やダンスを取り入れてね面白いね見応えもありますしそれだけやっぱり本気だから劇団員の方もいろんなことをチャレンジされてるなということを本当にこの回感じましたねっほんかに思わ見てて面白いというか ですね、刺激的な、えー、印象でしたでそんな中でですね今度4つ目ですけれども舞台中まあ劇団員のね2人がですね街の劇団の2人が女の子2人がですねいきなり「ジンジンジンギスカン」って来るんですねあの有名なロシアのですねジンギスカンさんの「ジンギスカンとった」とい歌これ聞いた瞬間私あの余談ですけど、えー、ハロープロジェクトのベリース工房のジンギスカンの方を思い出,思い出しましたね まあ、というのもあのこの後で登場しますけどハロプロのねアイドルねハロープロジェクトの、まあ、ベリーズ工房なんですけれども、まあ、ハロプロのに関係するメンバーもねこの後登場してそのイメージもありましたがやっぱジンギスカンいいですね最近もあのついこの間も夜ですねあのオリジナルのジンギスカンさんのジンギスカンを聞いたぐらいやっぱあのね歌詞の意味はよく分かってないんですけどよく盛り上がるなという感じですで最後ですね ま、そのジンギスカンを建てた、そのうちの一人の方、アッチェレランドという方、ね、役の方がですね、えー、いらっしゃるんですが、その子、まあ、オレンジ色のね、えー、雰囲気で、よく見ると、あらこれ、はハロープロジェクトのグループ、あの、ジュースジュースのリーダー、金沢智子ちゃん。 なかななとともにじゃいいいう子がいました、えー、実はですね、これが次の師匠に続きます。以上がですね、えー、簡単なあらすじと、そして、えー、まあ、印象に残った場面と感想でございました。ということでですね、まあ、今、あの、かなともちゃんの話にもつながるんですが、いや、そもそもですよ、全く演劇本当見ない私が、なぜ演劇を見るようになったのか。 あのまあとある劇団員の方からお誘いを受けたというところなんですがその、まあ、劇団員の方というのがさっき今ご紹介したアッチェレランドという、ね、役をやってた方で狩野スミさんとねおっしゃる方ですねえー、まあ「かすみとこれからちょっと私も読ませていただきますが、えー、この実は狩野スミさんっていう方はですねえー、アイドルのハロープロジェクトのまあお宅の中では実はじわりじわり今有名になりつつある方なんですねなぜでしょうか ね、というのはですね、えー、実は彼女かなともものまね芸人として今 YouTube や Twitter でですね、えー、パフォーマンスをされてまして今じわりで、ね、注目を、ね、集めていらっしゃる方です先ほど言ったあのジュースジュースの金田智子さんにも本当と似てるというか、えー、特に歌い方とかも本当すっくりしてたものまねのレクチャーも YouTube でされてますまあかなともはですね本当大人な魅力でこう 歌い私はラスコーツちょっとごめんなさい私リスムわかんないんですけど金沢智このビビッとミッドナイトとかですね確かなお足すとかみたいな感じでこうまあ低めの太さある声でこう粘り気ある歌声 まあ、ある意味で D の池森さんにはね、もう歌い方そっくりなんですけれども、えー、その特徴をね、捉えてましたね、かすみんですけれども、えー、まずですね、かすみんの YouTube ですね、かのかすみの、か、え、のー、チャンネル、かのチャンネルは、えー、カタカナです。で、お調べください。あの一応動画の右上はですね、えー、概要欄にもですね、アドレス載せますけれどもあの、ぜひ登録ください。 本当彼女のですね、かなとも愛も素晴らしいですしねえ、もちろんその彼女、そのかなとものモノマネ以外でも、まあ、劇団員ということで、いろんなダンスや歌にも挑戦されていますので、ぜひですね、こういうかね、頑張ってらっしゃる、本気で頑張ってらっしゃる方が,がね、いらっしゃるということを、まあ、皆様に知っていただきたいという意味を込めまして、ご紹介をさせていただいております。あのー、そしてですね、あのツイッターもされてました。 でツイッターでもそのかなともモのまね芸人としての活動ね作品ね動画リリースしましたよっていう案内もそうですし劇団としての活動もご紹介してますしで何よりも、えー、そのねカスミンの、えー、ツイッターに。 ですね、えー、いちいちコメントする空回りの親方のコメントも見られるというところもセットでございますのでねかすみさん本当に申し訳ないんですけどもねえー、まあそういうところも楽しめますのであのー、ねかすみさんのねツイッターもねぜひフォローをよろしくお願いいたしますえー、そしてですね実は先日面白い話がございましてえー、ねかなともものま芸人のかすみんがなんと、えー、ジュースジュースの金沢智子さんご本人とこの間 対面されたようですねジュースジュースの個別イベントですね。あので,まあ、チェキ会でしたね確かで、えー、と実はお会いしたことがあってですね。でカスミンがですね「えー、私モノマネにねかもモノマネ芸人をさせていただいております」って言ったら一瞬が金なもがあ金加納かすみさんですよね」っておっしゃったらしくてもう認知されてるんです,ですよご本人。 カスミンから、あカスミン、ね、ごめんなさい、カナトモさんからです、カナトモさん、カナトモからですね。えー、まあ、実は、あの、カナトモもですね、えー、ラジオで以前ですね、あ、実は私のなんか、ね、私のモノマネしてくださる方がいらっしゃって、あの、YouTube で動画見たことあるんですよと、と、ね、おっしゃったぐらい、まあ、すでに実はもう、ね、あの、カナトモご本人は、えー、ね、モノマネ芸人のことをね、ご存知のようでして、で、実際にご対面されたという、こんなね、素晴らしいね、面白い話じゃないですよ。 もういつかですね。あの是非コラボをしていただきたいと思いますね。かなともも7月ね。今年の7月2日で26歳ね。25歳永遠さんと超えて、いよいよ26歳に途中されてますので、あの頑張っていただきたいなというふうに思います。えー、ですね。あの是非。ぜひ私もあのよこのかすみさんとですね。本当に。 ね、交流させていただいてますしあのねかなともも私好きであのサインをもらうぐらいですねえー、好きですのでどちらもですね応援をさせてねいたしますということでね劇団員のお一方狩野佳純さんを、えー、この場でご紹介をさせていただきましたぜひよ o u ょ t h e c さあえー、いよいよまとめに入ります、えー、いろいろですね、まあらすじなり劇団のこととかでかなともものまね芸人紹介してまいりましたがまあ本当今回ですね 本当普段、本当に演劇見ない私がですね、こう演劇をまあ見ることができたというのはなですね、まある意味で貴重な体験、まあ視野を広げるとか心を豊かにするという体験ができたというふうに思っています。で、これもやっぱり一重にこう、不意識のですね、人のつながりがあって、ね、あのまあ今回劇団員のね、 さんと接ご本人から私の舞台を見てくださいよということでお誘い,いただいたのが本当嬉しかったですね。あのオンラインチケットね本当嬉しくてあの通常のチケットプラス1,000円の,あの有料ですねパンフレット付きのちょっとお高いのをね買わせていただきましたけどねえまあね縁があって本当に新しいこう体験というかいうのもできて嬉しかったですしこの演劇時代もねいろんな表現あって、まあ、面白いなと、ね、奥が深いなというのはまあ素直に感じました。 でさらにですねそうやっていろんな表現っていろんなね形ありますね音楽演劇ねとかダンスまあありますけれどもねこれをやっぱねこう好きだから本気で取り組むっていうのはやっぱ大事ですしまあね本気で取り組むからこそね、まあ、そこにこう目標とか人生の張り合いもあるのかなというふうに思いますまあね、えー、私自身も後ほど言いますけどこの YouTube をね私にとってはある意味な表現でございます で実際こうですね見ているとですねこうセリフの言い回しとかやっぱ演技ですね声を張るとかねいうところまあ本当あのー、まずセリフ本当によく噛まないですよね。あのー、私よくあの以前 YouTube でとあるハローとさんから言われたんですけど「あの親、ー、方の神々ねかみかみですよね」って。 いやあのトークがねこういいよみとか言い,い間違いかなりあるんでですねあ痛いとこ使えないな,なと思いつつもそこがいいんですよってまあよねフォローされましたけども,、えー、もう私はとにかくねまあアドリブというとこも実際あるんですけどねただこの劇団 Q の皆さんもそうですしあの過去ですねあのラジオドラマ番組の「あのアベレイチ」ですねあ「アベレイチ」日曜の夕方5時からね FM で放送されてますけれども あの、その生ドラマ配信、まあオンラインとか、実際あの、現地でも見に行ったことがあるんですけれども、本当やっぱそのラジオドラマの方も全く噛まないですし、ここら辺やっぱプロだなというところ、トークも上手いなというふうに感じました。で、そういう演技もそうですし、実際それをじゃあ考える、脚本の方とか、ね、衣装か、ね、衣装とか舞台をセッティングされる方って、そういう人、ね、オールチームで、 えー、やっぱ文学作品というか、ね、演劇作品作られることこれやっぱすごいことだなという、ね、その凄さを感じました、ね、いろんな立場の方がいて成り立ついやそれぞれの役割とか表現があるんだなということをまあ、ね、月並みのことかも,かもしれませんが、まあ、それを改めて感じることができましたで実際やっぱコロナ禍で活動は難しかったようですけれどもまあそんな中でもこうね、えー、できることですね まあ、あの、客席ね、こう制限を設けるとか、え、配信をするとかいう形でですね、え、逆境の中でもこうね、やっぱ好きだからこそ本気というのもあるんでしょうけども、工夫をして、え、できる活動をやっていくっていうことはやっぱすごいなというふうに思いましたし、今後それが、あのね、工夫するということは大事かなというふうに感じました。そして、なんかこうね、諦めないとか、 ね、いつかね舞台ができるように頑張るんだっていう多分目標持たれてやってると思いますので、えー、そういう気概というところですねがね素晴らしいというふうに感じました、ね、上からのプで申し訳ございませんが、えー、もう本当一人のですね、まあ、私も客ということで、えー、素敵な演劇をいただきまして本当にありがとうございましたそして、えー、ぜひですねかなとも思たまえ芸人加か,かすみさんかすみもねよろしくお願いいたします、まあ、彼女の縁があって今回この素敵な演劇と ですね、出会うことができました。本当に感謝です。ありがとう。ということで、えー、以上ですね、演、えー、劇のですね、感想や紹介でございました。あの最後まで今回もご覧いただきまして、ありがとうございました。今回の動画面白かった、ね。ということでございましたら、あのいいねボタンを押していただけると、本当に励みになります。よろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、先ほどちらっと申し上げましたが、 ここれもも私なりのののででですすね、ね、ブログとか YouTube っていいうのもです、ね、表現でございます。まあいろんなねジャンル扱ってますのでまあ、ご興味はないとかですねいうのもあるかもしれませんがまあ、少しでもですねいろんなことにまあ、皆様もご興味持っていただければ幸いですしまあ私もですねまあ、少しでも例えばね大分とか熊本とかねいうのはこういうとこなんだよというのがこう伝わればという思いで もう私もある意味では本気でですね、これやってますので、もう半分もライフワークでやってますので、えー、これからもですね、引き続き、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた、どつこーい